こんばんは。リトルプリンス、ソフトテニスコーチの野村です。はい、今日は、フォアハンドの軸足についてちょっと説明させていただきます。まあ、3年生が、最後の試合ね、臨んでこう代替わりになると思うので、2年生、1年生、はい、これからしっかりどんどん練習して、新しい大会に向けてね、頑張っている子、いると思いますので、それに向けてちょっとね、アドバイスできるように、ちょっとワンポイント意識できることをね、教えていただければ、教えるようにできればいいかなと思っております。はい、では軸足の設定について、はい、説明させていただきます。基本的には後ろの足、前の足、ラケットで出すんですけど、基本的に後ろ足、前の足、ラケットっていくとこう、体が傾いちゃう、こう、ホームランバッターみたいになっちゃう人が結構多いので、なるだけこう、前に詰めた時に体重移動、この軸足の設定のままで体が回転できるように、はい、できるというので、この形のまま、はい、実際ボールをね、打ってみます。このまっすぐ今、線が出てるので、まっすぐの状態を作った状態で、はい、ボールを打っていくと体がしっかり回転、はい、首から下が動くような形でいってくると、こういうふうに自然な形でいきます。逆に、こういう形で残ってしまうと、アッパースイングになっちゃうので、形が崩れちゃいます。このように、後ろの方に残っちゃうと、こういうふうになっちゃうので、はい、ボールも変な方向に行っちゃうので、必ず軸足セット、前の足で膝が曲がるぐらい我慢できているとしっかりこの形が作れてキープでしっかりバランスグッと振れます。最後このようにちょっと打った後に前に残っちゃっても全然問題ないので、しっかり体が残っていればいいので、イメージするところとしては軸一本しっかりできていれば後ろの状態から前の足に体重移動、その時に軸がそのまま、そこから体が回転、そういうイメージを持っていただけるとしっかり打てますので、それを意識すると普通に打っていくとね、この形後ろから前という形でなりますので、ちょっと最後、後ろから前で移動するときの軸足の、軸を移動をちょっと見ていただけると、はい、いいかなと思います。お願いします。はい、必ず後ろの方から前の方に移動していって打っていくと体はしっかり体重移動しっかりいくので、ラケットが触れるので、そこをちょっと意識していただけると、はい、いいかなと思います。はい、気をつけることとしては、後ろの軸、前の軸でそのまま体が回転、それをちょっと意識していただけるといいので、頭が何か引っ張られているような形でこうグッと体が回っていくとしっかり触れていくので、ちょっとイメージの中で上に何か引っ張られているようなイメージを持っていただけるといいと思います。普段の素振り、ボール打ったりする時の練習でちょっと意識してやっていただけるといいと思います。